お疲れちゃんさらです。今日はですね、バランス調整でリワークされましたババコヤをね使ったデッキで、やっていきたいと思います。さあこちらババコヤロイフグですね。なんかめちゃくちゃ懐かしい方なんですけど、これもうめっちゃ流行ってたやつかな。はい、ということで、ファイスピの枠はねヒースピでも構いませんと。でスケドラの枠はなんかいっぱいあったんですよ。なんかホバだったりスケドラだったりヤリコブだったりコウモリだったりでウッドがタルだったりみたいな感じいろいろあったんですけど、まあ、今んとこ馴染んでるのがこれかなというわけで、はい、なんか枯渇系がめっちゃいますね。プリンセスばっかなんですけど、まあそんなわけで、まあそういう流行りのギャング関係に強いよっていうことで今日こっちでやっていきます。さあよろしく。相手のクラン名がなんかイカれてんな。で、なんかこのババコヤなんですけど、結構ね、おほーん、枯渇、よし、枯渇ばっかなんですよ。枯渇ばっかってか、プリンセスがめっちゃいるっすね。なんかプリンセスデッキがすげえ多いイメージがある。おーわー、その、ちまちま削り嫌っすね、マジで。そうで、まあ、ババコヤの話もしたいんですけど、一旦このデッキのね、使い方、基本的に、スケドラセパして、ロイホグセパします。はい、以上。で、陸行き困ったらババコヤ出すぐらいかな。まあ別に先に出してもいいんですけど。さあこの槍でさえ私は許しません。さあインフェ枯渇で、攻めウッドというかプリンセスへのウッドは全然切っていいですね。このデッキだとスケファイスピーでゴブリンバレルを完封できるんで、まあ最悪非常時ファイボとか、あとマスケスケとかでカバーもできるんで、まあそういった意味では結構ゴリゴリに、ウッドでね、プリン処してダメージ狙っていっていいかなと。思います。こういうのもなんかマスクで届きそうだけどな、一度マスクだと。うえい、さあ優秀。意外とこの高回転バレルに対しても高回転なので、まあなんとかなるよねっていう感じかな。さあでババコヤがね、なんか絶妙なラインにいるっすね。今回バランス調整されて、まあ、リワークと形で、まあ、7コスから6コスになったわけですけど、なんかめちゃくちゃ弱い評価はされてないですね。その代わりめちゃくちゃ強い評価もされてないんですけど、まあでも僕結構弱い寄りだったんですけど、このデッキだとちょっと強いと思ってます。はい、なんか陸受けでめちゃくちゃ優秀だなって感じてるんですけど、どうなんだろうな。マルチ全体で見ると、まあ、いるっちゃいるんですけど、めちゃくちゃいるかって言われるとそうでもなくて、いるっちゃいるんですよね。でもよいしょ。さあ、あのプリンも厄介なんでね、ファイバーも打っちゃいます。結局相手もロケ削りしたくても結構だるいと思いますね。あとで、あとこの端前のこのスケドラめっちゃ強いですよ。さあ、おお、逆くる。このスケドラがマジで強いんで、なんかスケドラ残す、なんかスケドラ、え、うまい、そのやりゴブのいうこと。いや、相手めっちゃうまい。いさあ、やだ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 、この槍のダメージも受けたくないって感じかな。さあマジババこれどうなんだろうな。マジで分かれてる。3-1しか出なかった時は弱いんすよ。そうだもん、なんかいる。まあ、ババコヤスケラ、まあ、スケラが多いかなぐらいしかいないっちゃいないけど、うん、なんか相手結構うまいっすね。おい、これマルチで枯渇当たったんですけど、もう基本余裕だったんですよ。まあなんか競ることもあるっすけど、結構ペースは握れてた方なんですけど、これとうまいです。さあこういうのも使って延命しちゃいます。そうするとマジ気づいたらね、すごくない？スケドラいっぱいいるし、マスケも入ってるしみたいないや、そうこうなるんですよ、こうなるんですよ。よかったよかった、負けちゃうんじゃないかっていうちょっと不安があったんですけど。さあということで、まあだんだんこのババコガナババが溜まったりだとか、マスケとかスケドラが溜まって、やっぱ高回転な分ね、相手のウッドも、ウッドじゃない、バレルもね、
こっちのウッドだったりスクハイスピードでダメージも通らないので、だんだんときつくなってくるよっていう感じかな。いや、このデッキね、めっちゃ強いっすよ。なんか、多分、海外のイゴールだったかな。多分、このババコア時代の時に、このババコアで、多分世界1位か2位か3位か、どれだったかな。多分、2位か3位ぐらいは取ってた気がするんですよね。そう、スケどれだったか覚えてないんですけど、全然上に行けるポテンシャルのあるデッキだと思うんですけど、まあ、今期はこの、ババコアがまだ、曖昧な位置にいるんで、あー、マジそれ最悪っすよ。餌プレゼントしてる。さあスパーキーコウモリ、いやこれどうする、こういうのやっすねマジ。おお、いやーこれはちょっとね、やべ、さすがにもう許容せざるを得なかったっすよね。いや、打ったってよかった。やべえ、さ、コムカツスパーキーっすね。まあ、スパーキー安っすね。今のを見て思うんですけど。まあまあまあ。まあ、こっから大事なのは、ババコヤを雑に置かないことっすかね。多分、スパーキーに対して、同歳ババコヤが、マジ弱なんで、出すとしても逆サイド向けっすね。まだスケドラは強いっすね。それだけは言えるっすね。なんで。さあ、これ、セパするだけで。で、このファイブは、絶対いらないっすね。うん。だって、このファイブってこんだけっすよ、ダメージ。なんで撃ったんっていう。みんな思ったと思うんですけど。まあ、でも、なんか、ラッキーっすね。耐えました。はい、そうなので調子乗って呪文使っちゃうとよくないですね。2倍タイム入ってないのにガゴムリいるしコウモリいるんでっていうのを覚えておかないといけないですね。あとでこの辺でババコヤ置かないっすね結局で、これをするっていう作業で、まあできるだけ他で回してって感じかな。スケキンもいたもんな。まあまあ、で、こっからスパーキー、ザップしか多分入ってないので、まあ、同サイ目にね、スケドラとか、このちっこいの回していきます。まあ、真ん中でいいか、これ。あー、それやばいな。え？やば。ルート行水してる。やばくね？いや、終わっちゃった。いや、俺ゴブガヤの位置低かったかな、なんかいたっけ。あ、てかゴブジェイスパでババコヤをルート強制されたんすかね。ババコヤゴブジェイを、いや、うまっ、マジか、これはなんかえっていう、気づいたら負けてました。さ、バストピ YouTuber 来たわ。え、ババコヤここが定位置なんですけど、ゴブジェイって普通釣れるんですけど、多分スパーキーで押されたっすね。なんか最近そういうのがいろいろあるんですよね。それこそボーラーでエレジェ押すとか、まあ、そういうのがありすぎて、当たり前だったこの施設の位置もちょっと変えなきゃ良くないかもしんないっすね。まあもう一個上かにしとけば安全だったの。さあルート強制、ルート強制やばいな、マジ。さあラバクロっぽい顔来たっすね。ラバクロ別に悪くなさそうだな。おお、なんだろう。さあファイブ使ったんで仕留めたいと思います。ウッドまで打ちたいな。いや、もっと入ってほしいな。もうタワー折れてるぐらいまで行ってほしかったんですけど、思ったより入らないと。さあラバクロだ、やばっ、マジどうして。ランバ、いやー、いいとこで散ってくれた。さあラバクロファイボはマジ後ろマスケが一生残るっちゃ残るんですけど、どうだろう。ラバベビー
コウモリクローンされると、まあ耐えれないかなっていう気がしますね。一旦マジのババ小屋置いとこ、暇なんで。暇すぎたんで。さあこんなのは適当に回収されるかもですけど、まあそれでいいでしょう。あとはマスキを回します。2周さあで、こんななくても良さそうなファイブだけして、マスケ残る。さあセパして、セパしていく。マジセパ強えんでね、デスケート舞台。いやーワンテンポ遅いか。いやでもマスケが入ってる。さあセパすると両サイがなんかいっぱいダメージ入るのがいい点ですね。さあまあクローンされても、さあ止まっちまえば、さあロイホグからのウッドでコウモリ用にハイスピ添えて勝ちかな。 OK。 さあま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 あ、ラバクロマスキがやっぱ最強なんで、マスキも2周3周回すの大事かな。さあ9の2、あ2022年バッジついてるっすね。よろしく。なんだっけ、世界大会を見たらだっけ、観戦、なんか世界大会の観戦のやつで2022年バッジ3つ目手に入れることができた気がします。さあふるさと石川よろしく。おーいギャング、ギャングに勝ちたいデッキなんでね、これ。現環境ギャング強いですよっつって、このギャングに強いのを使っていく。あーこれ出た。このロイホグさっきやったんすけど結構きつくて、マジ読みファイブを決めて勝てたぐらいなんですよね。うん、まあでもどうだろうな。めちゃんこ悪いわけでもないけどって感じかな。なんかとりあえずもうロイホグファイブなんで、お互いなんだろうな、ダメージが通らないわけなんですよ。ただただそれだけダメージ通んねえから、この高回転のプリンがすごい嫌になって、まあ打っといてもいいか。いやマジで今の一発すごいでかいんですよ。まあタイブレイクになりそうかな。まあロイホグ来たらファイブスキルです。いや処理させてくれるんかーい。マスケ強っ。さあまあセパっすね。ロイホグ固めても結局ファイブ打たれちゃうとか言って固めます。まあこれはファイブを打ってくれていいよっていう。さあエリ漏らすのはもったいない。えっおい、このファイブやばい。来る。さあいやでもババが強えな。ババ怖えな、このファイブがいて。さあ地味なね試合展開になっちゃうっすね、これは。ギャングたまたまラッキー。さあ一生これします。
で、なんか僕はこれもう相手の能力のダメージ入れなければ勝ちなんで、セパしてきたら、セパしてきたらババクワだし、固めてきたらあのファイボー防衛徹底みたいなことをしとけばもうさすがに勝てそう。イモルだけっすね、攻めないのが大事。よいしょさあ、でプリンにはウッドで、ブタ固めてきたらファイボと1コスで守れるよっていう。相手がファイボを攻めて打ってきたらあれっすね、そのコミッチーファイボ、えファイボ打ってきたらロイホグいくっすね。そしたらだってこれがきついっすもんねっていう、相手の攻撃を見てから立ち回れるんで。さては相性いいの、そんな許容。さあ相手ファイブ使ったんで、こっちに小物が来る。アイゴルトスケドラ、やべハイスピードミスだ。さあファイブ圏内なので、ファイブ打って勝ち人、あこう見ると相性良さそうだな。そうなんです、ババコヤ。まあなんかババコヤってとりあえず置いとけばいいっちゃいいんですけど、今回のババコヤに関してはなんか置き損な時がやっぱ結構あるイメージがあるんで、なんか置くタイミングを見極めないと意外と損する場面が多い気がするんですよね。じゃあいつ置くのっていう感じなんですけど、一旦置くマジで。いや結局でも置くしかないですもんね、あんねやな。ウッドで回してスケハイスピーケツスケだろとか、ライトレアなのか、めっちゃ珍しい、マジ珍しいっす。んーまあこれからアバか、変なのか、あーいたわ変なの。うわーマジそういうの一番きちい。あんま回復すんなよ、えやば、怖い怖いマジで。いや逆サイこれ来たらやばい、天才やべえの引いたマジで。この世の終わりデッキ極みっすね。うんミラー入ってる、マジでやべえ。ヒーラーミラーこれ止まんねえ、止まるかな、助けてほしい。いやスケドラにしよう。これで結構入っちゃうんだよな、これが悲しいことに。よう結構入っちゃうんだよな。いや、一本見たいな。一陣しちゃえば全然怖くないんですけどね。一陣行くまでが。いや、結構入ってるぞ。降りてえな、あれ。さあ、いや、でも守りたいっすね、僕は。いや、マジでやばい。気持ちすぎる。まあ、ダックネは飛ぶんや。まあ、ダックネ飛べば、いいみたいな感じ。相手守んのかな。エリババ出てきた、やべはっ。えってかヤナミミラーでさ相手落とそうとしてんだな、相手冷静に考えればヤナミミラーがあったんで。あでもヤナミミラーを使わすっていう意味ではここでうっあれこれヤナミミラーで落ちなかったのかな。あーマルチじゃねえから落ちるのかな。あワンチャンいやさすがに守れんか、あのいやこれなんか生き得だよね、相手コス絶対ねダックで出して限界だろもん。さあさすがに限界さんなので
もうスケドラもマスケもマジフィーバーして使っていく。オーケー。いやマスケマジで強えな。なんかいつか強化されたっすもんね、ラッキー強化で。そのマスケの強化がずっと残ってるんで、高回転マスケはマジで優秀っすよね。しかもスケファイスピ回して、ハイスピワンチャン LSP とかでもいいんですけど、金が起動されるのが嫌っすね。坊やマジで強いんですけどね、コウモリとかスケラとかスパーキーとか LSP。 そうマジスプリット系、僕アイスピよりも100ゼロ LSP 派なんですよね。もう優秀すぎて簡単だし、やっぱクララーにはね、その上位互換というか PS をね補ってくれる安牌カードがあるんですよ。それこそアイスピじゃなくて LSP とか、なんだろう、ゴーストじゃなくてダクピリとか、その一個こう上位互換側にね持っていくだけで勝率上がったりするんだよね。マジ強っす。他だとなんだろうな、なんかむずさ、タルロケット押しとかさ、ベビドラ、ベビタルはゴレか遅延スケラかみたいな、遅延スケラとかだったらちょっと大変そうだな。俺のババコがいるってなっちゃう。あー全然違った。まあバルーンかスケラっすよ。あーバルーンの方っすね。まあバルフリーよくはないっすからね。てかなんなら悪いっすからね。さあバルーンフリーズ。あーいいトレデンだなマジで。さあこれ結構渋いっすね。どうやってかと、ボーラーやばいっすね。ランバーフリーズであんなに止まっちゃうんだな。でバルフリーパキーンされるだけなんで、いやババコヤこれ結構むずいとこいんな。いやーこのスケベノがドケチすぎたかな。これババ浮いちゃダメか。うん、一回守ります。これでもいやー取れねくるっす。おこれは言っていいだろ、ボーラーサイトし。やべえ、やばいです。このロイホグ絶対左サイド。インドラ切ったな。これ止まるかな。ボーラー強すぎて。無理でした。ボーラーバルーンはきつかったですね。まあアナログ次第ではワンチャンでしたけど、まあさすがのボーラーちゃんはきついな。なんかボーラーちょっと強そうだな今季。ギャングもいるし、まあ腐るときは腐るかもですけどね。ボーラーバルーンちょっと強そうな気がしましたね。ベビドラなのもまた厄介でしたねと。ということでこちらババコアロイフグね、個人的に結構気に入ってるデッキなんで、皆さんもねやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。